日本円がなぜ強いのかを改めて見てみましょう。ようこそ日本すごいですね TV へ。パーソナリティのアスカです。動画をご覧いただきありがとうございます。ぜひ最後までご覧くださいね。さて本日のテーマは、韓国、日本経済は滅んだはずなのになぜ円は世界三大通貨の一つなんだ、日本円が世界トップクラスに強い理由をお送りします。なぜ円が世界の三大通貨の一つなのか。世界で使われているお金の中で三大通貨として重視されているのはアメリカドル、ユーロ、日本円の3つです。アメリカの通貨アメリカドルが三大通貨の一つなのは、経済的にも軍事的にもアメリカが世界の超大国だからです。そしてユーロが三大通貨の一つなのは、ユーロが先進国の集まりであるヨーロッパ地域19カ国で共通通貨として使われているからです。ではなぜ日本でしか使われていない日本円が世界三大通貨の一つに数えられているのでしょうか。今回はその円の強さの秘密をご紹介していきます。世界の用いられる主要通貨の定義はいくつかあり、経済面においては IMF 国際通貨基金のSDR 特別引き出し券に採用されているかどうかが基準となっています。現在 SDR に採用されている通貨はアメリカドル、ユーロ、中国人民元、日本円、英国ポンドの5通貨です。経済面においてはこれらが世界の主要通貨と認識されているのです。さらにアメリカドル、ユーロ、日本円は世界でも特に信頼性の高い通貨として扱われ、世界三大通貨と呼ばれています。円は世界各地で戦争や政治情勢が不安定になるたびに比較的安全な資産として買われています。最近もイギリスの EU 離脱や北朝鮮関連のカントリーリスクが高まった際など急激に円は買われてきました。しかし日本は人口減少が進み超高齢社会を迎えていますし、国の借金も毎年増えています。それにもかかわらず2017年には韓国最大の民営の国内通信社ニューシスが世界で最も安全な通貨は日本円であるという分析結果を発表しています。さらに当時アメリカの世界に名だたる投資銀行ゴールドマンサックスが出した報告書でも日本円が世界一安全な通貨と結論が出されていました。なぜこのように日本円が信頼されているのでしょうか。日本円が安全な3つの理由。日本円が安全と言われている最大の理由は日本という国の信頼性です。国内的には様々な問題を抱えているものの、経済主要国の中で日本はアメリカに次いで安定的な国とされ、経済力でも評価されています。2018年における世界の名目 GDP ランキングで日本は3位、2位の中国の下に甘んじていますが、日本は資本主義社会の中では2番目です。 GDP で2位であっても中国は共産主義国であり、政府による強烈な経済管理が行われるため人民元そのものを安全資産とはなかなか判断できません。また国の名目 GDP が上位15位以内にも入らないスイスフランは力不足と見られています。そしてユーロは取引量こそ多いものの加盟19カ国の政治状況や財政状態に不安があるのです。そのためリスク回避先としてユーロは適切とは言えません。このように見てみると政治面経済面で安定している日本の円は安定していると言えるのです。2つ目の理由は日本が世界有数の国外資産を持っていることです。2021年時点で国の借金は確かに1216兆円ありますが、対外資産残高も約1146兆円あるのです。つまり借金と同程度の対外資産を所有しているわけですから、盤石の経済基盤を持っていると言っていいのです。そして3つ目の理由としては日本は国情が安定している点でしょう。政変などのクーデターテロなどにより相場が暴落する危険性が低く、治安の良さ犯罪の少なさは世界的に有名です。日本で起きた大規模テロは1995年に発生した地下鉄サリン事件がありますが、それ以降は一つも発生していません。日本のカントリーリスクとしては自然災害が挙げられます。
しかし過去に発生した阪神淡路大震災、東日本大震災では、災害の甚大さとともに、日本国民の良識性や復興力が世界中に報じられました。これがむしろ日本円の安定につながっていると考えられます。なぜ日本国内で経済の破綻が指摘されているのか。しかし国内的には日本経済の破綻が叫ばれています。国債を毎年発行しながら国の借金は増え続けています。現に少子高齢化に入って労働力は減少し、社会保障費は増加の一途です。財政赤字は膨らみ続け、財政破綻も近いのではないか、日本円も破綻するのではないかということですね。しかし、そのような懸念はないというのが、世界各国の経済シンクタンクの結論です。一つは日本の対外純資産が世界最大規模であり、30年連続で世界最大の純債権国の地位を維持している点です。第2位はドイツなのですが、日本との差は約33兆円にも上ります。さらに日本は多額の米国債を保有しています。2021年5月の時点で世界トップ、1兆2662億ドルもの額を保有しています。アメリカは強大な軍事力を要し、多額の米国債は日本の安全保障にも寄与していると言えます。メディアではよく、国の借金は1200兆円を突破している。つまり生まれたばかりの子供を含めて、国民一人当たりの借金額は980万円を超えていると報じていますが、赤字国債は政府の負債であり、政府にお金を貸しているのは大半が日銀です。そして残りは日本国内の銀行が中心であり、民間銀行は預かり金を運用先の一つとして政府に貸し付けているのです。つまりは国民が政府に貸し付けている状態とも言えます。国民一人当たりの借金という定義はわかりやすい説明ではあるのですが、日本国のマネーフローから考えると意味を持ちません。私たち国民そのものが債権者にあたるからです。国内預金や外国への債権を含めれば、日本は世界一の金持ち国家と言えます。このままでは日本は財政破綻するという論調も、そのまま鵜呑みにしてはいけません。財務省のサイトでも、日米など先進国の自国通貨建て国債のデフォルトは考えられないと明言されており、日本国債は 100% 円建てで発行されています。自国通貨建ての国債がデフォルトした例はなく、特に日本円は純国債基軸通貨という高いポジションにあるのです。そうした中、お隣の韓国のウォンは近年暴落をしています。そのため、日本の円に対する羨望や嫉妬がインターネット上には渦巻いています。今回はその一部をご紹介します。韓国の反応。日本円が世界の三大通貨だったなんて、我が国の国力では千年経っても追いつけないね。日本はだんだん傾いていってるだろう。円をたくさん刷ってきただけだ。未来は暗いよ。バブル経済で一度落っこちているよね。アメリカを抜いて世界一とか言っていたが、それ以降は大したことないはずなんだけどね。まあ、それでもまだ世界3位なのはすごすぎるけど。正直ゴミ通貨の韓国ウォンと円では貨幣価値が天と地ほど違う。最初から勝負にならない。ウォンが円を超えることは永久にないだろうね。日本の国債は自国民がほとんど保有しているって数字を見た。それで安定しているわけだ。我が国の国債は海外が半分以上持っているのと大違いじゃないか。アメリカとの密接な関係で保ってるだけではどうなるのかな。アメリカ経済が悪化すれば共倒れじゃないの？日本のことを話している場合じゃない。IMF の動向を注視すべきだよ。またウォンが暴落している。国がなくなっちゃうぞ。日銀にお金を印刷してもらえば解決。国の借金が多すぎるという指摘について、日本では日銀がお金を印刷すれば解決します。ただし、これには普通、ハイパーインフレという大きなリスクも伴います。インフレは需要に対して供給が追いつかない時に起きる現象で、ハイパーインフレとは1年で物価が130倍以上になる状態です。しかし財務省の公式サイトには、
ハイパーインフレの懸念はゼロに等しいと記されています。実際、第二次安倍政権時には日銀が400兆円以上の日本円を発行しましたが、それでもインフレどころかデフレが続いています。経済学的に言うと、デフレは需要不足の時に発生します。日本には物や商品が溢れ、需要が追いついていないということです。インフレとは逆の状態であり、ハイパーインフレにはなりようがなさそうです。このように日本経済の安定性や財政基盤の盤石さが目立つため、日本円は世界中から強いと判断されているのですね。あなたはこうした日本円が世界の三大通貨の一つであることについてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。